現会長であります、木山茂俊が、昭和49年に、東京テレカを創業したのがスタートになります。その前に木山鹿次郎という、私からすると祖父にあたるわけなんですけれども、が葛飾区の新小岩の、商店街に荒物雑貨屋を作りまして、それが元になっておりまして、で、その、木山鹿次郎が病気でですね、病に倒れまして、で、5人兄弟の長男だった現会長がですね、サラリーマンから実家に戻ってきて、で商売を始めたと。その時に、サラリーマンとしてもですね、社長になろうと思ってるぐらいの思いを持ってやってたもんですから、この商店街のお店に戻ってもですね、やるんならば日本一になりたいということで、その雑貨屋のお店の中に、いろんな雑貨屋ですからいろんな商品が置いてあったわけですね。ひな人形とかまで扱っていた、そのお店だったわけなんですけれども、その中にあった商品の一つがバッグでございまして、で、いろんな商品がある中でどれだったら日本一になれるだろうということで、最後にバッグか靴か悩んだらしいんですが、バッグなら日本一になれるかもしれないというふうに思って、バッグ専門の業態を、作ったのがうちのスタートになります。当然、商店街の1店舗だけでは日本一になれないわけで、チェーン店に、してで、日本一の規模にしていこうという発想で、始めたわけですね。駅ビルというのが、当時いろんな駅にですね、でき始めている時代でしたので、そこに出店していくということで、まずお店を増やし始めました。それから、郊外のショッピングセンターっていうのが少しずつこうできていきまして、そこにお店を作っていくということで、店舗数がこう飛躍的に増えていったというのが経緯になりますね。それは株式を上場するというのはやはり世間の知名度というのも上がりますし、それからやはり資金調達という意味でファイナンスというのがこうできるようになりますので、すごくメリットがございます。ちょうど平成6年に当時でいう店頭公開ということで今でいうジャスダック上場をさせていただいたわけですけれども、私はちょうどその準備をしているときに会社に、留学、アメリカに留学してたんですが、から戻って会社に戻ってきまして、その準備室から仕事を始めたんですけれども、本当に毎晩最終電車で帰るような生活をですね、本部のスタッフみんながですね、2年ぐらい続けて申請用の書類を作って、でやっと公開させていただいたということで、これもいろんなことがこう会社の中で整理されましたし、会社にとって、本当に上場前の会社と上場後の会社っていうのは、組織の、がしっかりすると言いますかね、そういう意味でもすごくメリットがあったんじゃないかなというふうに思います。カバン袋物業界では、上場している会社というのが一社もなかったものですから、我々が一番それでは最初に上場させていただいて、今でも多くはない、ということでですね、非常にそういう意味では信頼もしていただけているということで、上場しているということでですね、非常にプラスになっているんじゃないかというふうに思っております。